少な宝の持ち腐れだなに対する読者の反応を見ていくぜ。前少なくわら、今は、使いこなしようを見せつけられたら納得してしまう。少な宝の持ち腐れ、これ五条以外全員言われるやつやろ。だから言われるだけ恵みはマシマである。領域展開にいいねしてたのは何なんだろう。領域自体が床を沼状態にするって特性持ってるから、神業で範囲広げたらシナジーありそうだなって考えてたとか。領域自体にいいねしてたってよりはあの場面で命を捨てず、自分のポテンシャルを引き出して戦ったことについていいねしてたんじゃないかなって。あの時点でフルベが自爆技だと見抜いてたわ。知らんが少な敵に死んでほしくなかったのは確かだしね。そりゃ術師のレベルが上がればそれだけ受肉した時の質が良くなるからね。宝まで言うのすごいっすね。そりゃモチーフが徳佐の勘だからだからな。今楽しそうに使ってるもんね。こいつが使えるってことは、長伏は伏黒の体を話術式に対してなんだね。見せてみろ。それでいいわプロデューサー。少なくって番組で言われた時笑った。なんじゃこの特大のいいねは。獣医の王のくせに聖徳領域がピンクとか恥ずかしくないのか。誰の領域だと。これハートビームって言われてて草だった。ボワワワンって感じのハートビームで草。ハートビームが地味に昔の人を感じさせる。少なは聖徳領域から伏黒にアホほどいいねを押しとったんや。その回数500億。これで伏黒が体を取り戻して鹿や牛やマコラ使えるようになってたら指導者として完璧な流れ。渋谷時点までの宿儺の好感度が高かったのって、味方を直接的に害そうとしなかったところだよな。宿儺の中の人が宿儺プネタやってたの笑った。後にイタドリや伏黒の中の人もプネタ認識しててさらに笑った。正直魔女ら以外の式神ってそこまで宿儺に必要あるか？今んとこ式神術の方で試運転楽しい、してるけど影にてこ入れしないんすかね。あの術式の真骨頂は影な気が。それは思った。確かに術式強いとは思うけど、もともと宿儺強いし別にそこまでして手に入れなくてもよかったんじゃ。ってなる後は木の才能もあったからなのか。マコラ以外も全部やべえと思うのは俺だけか？それよりも宿儺の方がやべえ。汎用性抜群で優秀だけど反転とか自分でできる宿儺なら旨味は少ないんじゃない？とも思う。格ゲーのプロが別キャラ少し触って楽しんでる感じかな。マコラが飛び抜けておかしいだけで動物園術式は普通にやべえんですよ。宿儺の耐性ありだけど檻の機能ないから乗っ取り放題。加えて術式もいいとくれば宿儺にとって唯一の好機と言われるわな。対目当てというのもわかるんだが、じゃなんで自我を殺さないんだろうなって思うわけですよ。後、領域展開は人それぞれなのになんでいいねしちゃったんだろうな。伏黒はまだ宿儺に利用されるのか？宿儺が少年院時点で興味持ったとしたら影だけどまだ出てない要素といえば術式反転かな？影を実体のある式神にする矢印実体のあるものを影に溶かすとか、怖すぎるか。斬撃、炎、魔女らあればぶっちゃけわざわざ他の式神しよう。なる機会ある？宿儺もなんかこの言い方だと水しのが強そうに聞こえちゃう。実際水しを使うまでもないとかいうとこ見るとそうなんだろう。特撮使って何がしたいのかわからんし、何したいすらないかもだが。これプロデューサーというより宝石鑑定士としての言葉なのか？いつ見てもひでえクリアファイルだな。ツーショット詐欺もそうだが、二人の評価の差がひどい。今は式神で遊んでるだけで本当のお目当ては影そのものだろうね。伏黒はこの先人中にでもされるんだろうか。あんなに喜んで特撮買ってたあたり、マジであの術式いいなーって感じでよだれでも出てたんだろうな。飛行やウサギさんは宿儺の術式じゃ不可能だからね。ま、人が成長するまで待ってたように、乗っ取ってからは拡張性がなくなるとかじゃないか。そんな気がするけど鹿とか実は使えたということに？従えてないだけで出せたなら別にあるのかな。特殊影法術だから式神全部で一セットかなと思って。影から宿儺の分身が出てきたら最悪に楽しそうだな。お前ならもっと力を発揮できるじゃなくて、お前みたいな雑魚にはもったいねえわなのが悲しい。まあ宿儺から見たらほぼほぼ全員雑魚やし。マコラ以外はそんなにヤバくないって言うけど、マコラ以外の能力をマコラに引き継ぎできると考えたらクソヤバい気がする。やだぞ、影から今日マコラされるとか、チビマコラ大量発生とか。というか式神はよろず戦でデバフ入ったから進化がいまいちわからん。最初のヌエはバカでかいのに他はなんで普通サイズになるんだよ。鹿とかもスラサイズにして範囲攻撃できるなら呪霊絶対殺すマンになれそう。式神に関してはよろず戦で試運転、なら知ってのが怖い。
すでに実体を半分影にして破壊されても問題ないように進化してるし、そのおかげで形状やサイズに自由度が増してる。なんなら伏黒がやってた式神合体も少ななりの解釈でさらに新しい視野で拡張できそうな可能性もあるし。